どうも、ぶひけんです。金曜日、金曜日かな、夜中の、夜中、朝だな、もう朝、今3時、あそこに時計があるんですけど、見えない、3時40分ですね。今からインパラちゃんのテストランをしたいと思います。今だったらね、あの車通りがほとんどゼロに近いので、そう思ってね、こそこそね、支度をして降りてきたんですがね、気づかれちゃって、おちゃんぽちょり的なチャイヨンっていう感じでね、今おちゃんぽしてます。なんだかおかしいわねって顔してるなっていう。そりゃそうだ、まだ朝だよ。いつもだったら寝てる時間だ。ちまわなかなか気楽にしない。ごめん、まったくもう困ったばあちゃんだ。まず毛をどかして、ただ問題はね、インパラちゃんのシートの角度に僕が耐えれるかなっていうところです。相変わらずぎっくり腰は治っていません。でももうちょっとね、オーナーさんと約束したんですよ、次の日曜日ぐらいまでにはなんとかって言ってね。なんで、しょうがなくはないけど、なんとかしてちょっとレストランをしようと思います。ちまちゃんどうする、どこまで行く。今乗ってます。クッションとね、あの背もたれのところには座布団をちょっと引きましてね、すごい今日は涼しいんですよ、夜で。でもね、汗だくです。よし、ちょっと行ってみましょう。車高を目いっぱい上げて、ここのスロープのとこですよね、まっすぐ降りていますけど、どこも降りません。オーナー様、大丈夫です。超腰痛い、ステアリング回すのも超痛い。エアサスの乗り心地だわ。なんだこれ、なんだこれ、道路の真ん中になんかある。ちょっと大きく回って、やべえ、もう冷や汗がすげえ。ちょっとカメラとか、いやダメだ、つけたまま。いてこんな大回りになっちゃう。よし、ちょっと一回帰ります。まあこんな感じかな。今、痛い、一周して戻ってきましたね。まあエアの抜けとかはなさそうだし、乗り心地はエアサスですね。大丈夫かな。こんな感じで、まあとにかく今目いっぱい上げちゃってるもんで、ちょっとポヨンポヨンするんですけど、まあ腰に響きますね。超響く。よし、もう一周するか、せっかく乗ったからな。数値覚えといて、腰が痛い、腰が痛いの。他は別に問題ないな、大丈夫だな。よいしょ。
いい音。今2周しまして2周の2周って意味わかんないですよね。まあ自分の中で約こう2周して、数値は変わらず、まあ乗っててね、乗ってるとね、道路のこういうのに合わせてね、針はやっぱりブインブインブインって触れたりしますけどね、抜けはなさそうです。そして乗り心地は、ちょっと軽装一応、まあ乗り心地はエアサス特有の乗り心地ですね。うん、マフラーは超いい音する。よし、ちょっと降りよう。とりあえずめちゃめちゃ冷や汗がすげえ痛くて、あ、窓閉めて、あ、窓し、この状態じゃそれすらもできない。いや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 、とりあえずね、よいしょ、ちょっと降りましょう。とりあえず、一回ちょっと腰掛けて、はい、窓閉めて、よいしょ、それで座布団とクッションを取って、これにて作業完全に完成ですね。 あとフェンダースカートをつけなきゃ、寝っ転がれるかな。よし、明日オーナーさんに、明日じゃない、もう今日だな。よし、お昼ぐらいに連絡するか、いつでもいいですよって。よし、こんな涼しいのに超汗だく、ビタビタに汗かいてますよ。ああ、行って、どうもちょっとインパルちゃんのシートは、角度がちょっと今の僕にはきついな。ああ、痛い。ああ、ちょっと冷たいウーロン茶。じゃあ、冷えたウーロン茶も今飲んだし。いや、まあ、明け方だからあんまでっかい声出せねえもんな。1959年インパラちゃんエアサス取り付け、完了しました。部品代40万、作業工賃20万、合計60万もいってないかなぐらいでエアサスの取り付けは、今回できました。なんとか頑張りましたね。オーナーさんも喜んでくれると嬉しいです。